三人の死刑執行。二年ぶり。加古川の七人殺害。群馬の連続強盗殺人法務省は、21日、二カ所の高知所で死刑囚の男三人の死刑を執行した。執行は森正子法相。当時だった2019年12月26日以来およそ二年ぶりで、10月に就任した小川義久法相にとっては初めて。 収容中の確定死刑囚は107人となった。死刑が施行されたのは、群馬県で03年に二人を相次いで殺害資源金を奪うなどした高根沢聡志明死刑囚、54、東京拘置所、小野川光則死刑囚、44、同、と、兵庫県で04年に親族や隣人の計7人を殺害するなどした藤城康隆死刑囚、65、大阪拘置所、 小川法相が執行命令書に17日に署名したという。確定判決などによると、高根沢、小野川漁師刑衆は03年2月23日、群馬県宮城村、現前橋市の山中に辞めた社内で、パチンコ店従業員、当時47、おロープで考察して同店の件を奪い、店内から現金300万円を盗んだ後、遺体を埼玉県奥灘市の川に行きした。 同年4月1日には群馬県大田市の駐車場に停めた車内で、別のパチンコ店の従業員、同25をロープで考察。現金約11万9000円や同店の券を奪い、店内から現金を盗もうとした上、遺体を同じ川に行きした。2人は強盗殺人などの罪に問われた公判で、起訴内容を認め、一審で死刑判決を受けた。 高根沢死刑囚は、控訴取り下げにより05年に確定し、小野川死刑囚は、高根沢死刑囚への恐れから追奨しただけと主張して上訴したが、09年に上告を棄却された。藤代死刑囚は、04年8月2日、兵庫県加古川市の隣家に住む、当時矢実死実無罪の親族3人を包丁で刺殺したほか、1人に重傷を負わせた。 別の林家でも当時64日実6歳の一家4人を包丁で刺して殺害した。自宅にも放火した。見下されたり馬鹿にされたりしていると感じて怒りを募らせたのが動機とされる。殺人などの罪で一審で死刑判決を受け、弁護側が心身交弱状態だったと原刑を求めたが、15年に上告を棄却された死刑は、 2度目の在任中の18年に、オウム真理教、元幹部13人らの執行を命じた、上川陽子前法相が3度目に在任していた1年余りを含め、20年以降は行われていなかった。法務省などによると、今年は、男性4人が生産化合物入りカプセルを飲まされ、殺害されるなどした事件や、 大阪府寝屋川市の中学1年の2人が殺害された事件などで男女4人の死刑が確定する一方、87、76、71歳の死刑囚の男3人が病死した。収容中の確定死刑囚の平均年齢は約59歳で、収容期間は平均13年を